はい、ここです。やってきました、カントリー、なんだっけ、カントリーサイドカフェ。はい、カントリーサイドカフェ、ここもね、番組で紹介してますね。美味しいの、とにかくここ。でもさ、もう超ローカルな感じじゃない、うん、味も。そうそう、味もそうだし、量もそうだし、うん、あ、なんか35年ぐらい前、僕初めてハワイに来た時、こんなご飯ばっかりだったなって思うような料理がここにはまだ残ってました。ということで、今から食べに行きたいと思います。ね、お腹空いたよね。お腹空いた、本当に。行きましょう、行きましょう。はい、はい、あとついてきます。なんか避けました。あ、ちょい避けました。お店の雰囲気どんなかな。あ、見て、ハワイに恋して。じゃあここで一応やっときますか、うん、僕ら。はい、こよ、行きますよ。ハワイに恋して、でおなじみのうちのまことです。サーシャです。今日はね、2人でカントリーサイドカフェ、はい、カントリーサイドカフェというところに来てます。ここもやっぱ番組で紹介してますけども、あのローカルのね、すごいベタなローカルのレストランですけども、おすすめです。早速料理を見せていただきましょう。すげえな、見てこれ。ドーン、これもドーン、これもドーン、うまそう、これエビが入ってる。ドーン、大きさがすごいですよね。このエビやばそう、めっちゃうまそう。え、それ食べたい、これ食べたい、これ食べたい、全部食べたい。よし、全部食べよう、全部食べたい。ちょいちょい食べよう。これケチャップかける派？かけない派？あ、それでから。じゃあいただきます。はい。うまい。うん。ガーリックシュリンプ。え、ちょうだい。ガーリックシュリンプのオムレツって食べたことないんだけど。めっちゃガーリックだし、おいしい。うん。めっちゃうまいわ、これ。あ、これ、うん、これさ、うん、あ、めっちゃこれいいコンビネーションだよ、俺ら大成功だよね、うん、うんうん、これもさ、このロコモコもさ、中はコンビーフ箸なんだよね。食べてみます、うん、見て、ほら、わかるかな、コンビーフ箸。いただきます。うん、このソースがね、クリーミーでうまいやばい、うんうん、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 俺じゃもうちょっと近づいて、とにかくね、3人分、うん、いや、これは2人でよ、マムンごっこできますよ、落ちてきてるけど、うん、落ちてきてるけど、うん、ドキドキ、茶色のグレービーソースだけど、ね、そうね、そんなこと言ってね、勝手にね、醤油かけちゃうね。茶色と違うんだ。やっぱり、ね、でもタバスコはかけない、タバスコもかけます。あ、さっきかけたのはアロハ醤油です。おいしい。これでもう自分流の、あ、胡椒も少々、ね、自分で料理するやん。でもさ、ロコモコってこれだよね、神髄は、うん、あれ、何回も食べてるんですけど、これ何回も番組で飽きない、うん、俺はここまで来てさ、食べる関係あるよ、あ、絶対100%。でもさ、うん、俺やっぱりウエストサイドってイメージがちょっとジェンダーフリーっていうイメージがあるんですけど、うん、でもここは結構あの、安心できる、うん、安心してこれる、ね、そう、ツアーバスもたまに来てるみたいで、あ、そうなの、
だから日本人のお客さんとかはもう全然来れるんでいいと思います。駐車場も多いしね、うん、海も近いしね。そう、まんま海、ね、もう日本でいう海の家だよね、この感覚。そうね、あ、そうか、これが海の家かね、うん、日本でいう、ね、ということでカントリーサイドカフェ、これからもちょいちょい僕らもね来ると思うんで、あ、もう全然プライベートでも、ね、ぜひぜひ、はい、おすすめします。おすすめします。おすすめします。来てください。来てね、みんなも来てね。来てね、食べてね。バイバイ。